こんにちは、遠藤萌実です。今回は富士市を走る学難電車へ。機関車広場では数多くの貴重な電気機関車が登場。そして魅力ある夜景電車に乗車。車内を安穏だけで過ごす素敵な時間を楽しみます。ここでしか見られない貴重な夜景もお楽しみに。